ということで、高野圭介は株式会社エイジェックに入社し、社会人野球選手として現役を続行します。はい、ということで社会人野球くんです。皆さん、いきなりですが、都市対抗野球って知ってますか？っていうか、社会人野球って知ってますか？社会人野球っていうのは、一般企業が持つ公式野球部のことを指し、日本野球連盟に所属している団体のことを言っています。昔だとノンプロと呼ばれてましたが、最近だと普通に社会人野球っていう風に言われてます。社会人野球っていうのは割とレベルも高くて、プロ野球の2軍とかとよく交流試合をやってます。その交流試合では、社会人チームが勝ったりすることも全然普通にあります。社会人野球とプロ野球どちらも経験してる身として、2つの視点からお話ししていきたいと思います。っていうか、ちょっともうこの服があれなんで喋りづらいから、ちょっと着替えようかな。パチンで着替えますね。これ下ジャージやからね。はい、戻ってきました。スーツのままだったらなんかちょっと固く喋ってしまうから、こっちの方がいいかもしらん。どこまで話したっけ？とりあえず日本の野球界の全体のレベルの話からしていこう。まあ、日本にはいろんな野球のチームというかリーグがいっぱいあるんやけど、一番レベルが高いのは当たり前やけど NPB の1軍。これが一番レベルが高い。で、その次に NPB の2軍が2番目に来る。と思いきや、社会人野球のトップチームってここに肉薄してくるんよ。よく社会人とプロ野球の2軍の交流戦がニュースで報道されたりするんやけど、まあ、ゲームスコア的に見るとやっぱりちょっと2軍の方が強いかなっていう感じもするんやけど、まあ、社会人チームと NPB の2軍が試合をすると普通に社会人チームが圧倒して勝つことがある。で、 NPB の2軍が社会人チームに負けたらどうなるかっていうと、 NPB 側の試合後のミーティングの雰囲気って、おいお前ら何負けてんねんみたいな雰囲気もあるし、まあ、ただただ重苦しいよ。昔それでブチ切れミーティングがあったような気もしないこともない。ちょっと覚えてない。てか、プロ野球側が負けたら普通にネットとか記事とかでめちゃめちゃ嫌いの嫌いの言われるんやけど、まあこれはちょっと裏話みたいな感じになるかもしれんけど、この NPB の2軍が社会人野球チームに負けてしまうっていうのは少しからくりがあって、NPB 側からしたら社会人との試合って怪我人が復帰する時の調整の場に使われたり、2軍にいる選手って言ってもほぼほぼ1軍に行くためのスタンバイしてますみたいな選手は全く使われずに、18歳から20歳ぐらいの子たちの出場機会が少ない選手のために当てがわれることがある。一方で社会人野球チームになると、甲子園に出場したことある選手だったり、大学では日本代表に選出されてたり、その年のドラフト1位候補とかもいたりするわけやから、 NPB の2軍側が若手主体や怪我人の復帰のためのリハビリ試合みたいな感じでやってると、それは負けもするよねっていう感じよね。でもプロ側もプライドあるから、まあ負けたらあかんねんけどね。結論を言うと、正直どっちが上かっていうのは一概には言えんっていう感じよね。ただ世間的に見れば社会人野球が強いよねって言われるのは頷けるレベルであるよ。高校野球で言えば甲子園レベルに相当するのが、いわゆるまあ都市対抗野球っていうものなんやけど、その都市対抗野球の本戦っていうのはめちゃくちゃレベル高いんよね。卒のない野球をするというか、攻守ともにほとんどミスも少なくて、ピッチャーのレベルも高いし、バッターも甘い球来たらしっかりミスちょっとなく仕留めるし、やっぱりプロ野球と同じで攻守ともに計算が立つから試合も作りやすいよね。それぐらいレベルは高いっていうことやね。簡単に例えるんなら、高校野球は麻雀、社会人野球はチェスとか将棋っていうイメージ。高校野球って自力の強さももちろんまあ関係するんやけど、運や流れをつかむと番狂わせが起こるやん。まあそれがちょっと麻雀近いかなっていう感じで、社会人野球は戦術や戦略を用いた詰め合い、実力差が大きく占めるチェスとか将棋とかっていうようなイメージを俺は抱いてる。ちなみに俺はロッテに入る前に JR 西日本っていう社会人野球チームで野球してて、プロに入るまでの2年間、社会人野球2大大会って言われる都市対抗と日本選手権どちらも出場してた。やからそのレベル感というか盛り上がりだったり雰囲気っていうのは肌で感じ取る。まあ俺本戦は投げてないんやけどね。そうなんよ。俺ね、まあ投げてないんよね。まあ、バックネット裏とかでビデオとかチャートってわかる？なんかもう配球表みたいな、スコアブックみたいなやつあるんやけど、それ後ろでこうやってずっと書いてた。まあそんな感じやったから、俺自身都市対抗で投げたいっていうのも、エイジェックに入った理由の一つにあるんやけど、一番の理由が、優勝したいっていうことなんよね。前回の動画でやりたいこと3つあるって言ったんやけど、その一つが実は、これなんよ。もう一回言うよ。優勝すること。俺人生で全国大会系で優勝したことが一回もないんやけど、まあ、大学時代は大学日本選手権とか出てたけど、もう結局優勝まではたどり着いてないわけない。甲子園も別に出てないし、選手権も優勝できなかったし、都市対抗も日本選手権も出場したけど投げてないし、優勝もしてない。プロ野球入っても優勝したこともないし、ネガキャンになりそうやな。
台湾おった時は台湾チームは優勝したんやけど、俺10月とかに日本帰国してるから、その優勝のシーンも立ち会ってないし、去年やった栃木ゴールデンブレーブスの独立リーグはペナントは2位だった。なんかこれ言い過ぎてたよ、こいつおったら優勝できんみたいな。なんかあんま言うのやめとこうか。でまあさっきもちょっと話したんやけど、社会人野球の2大大会の一つ、秋に開催される京セラドームである日本選手権と、社会人野球の花形と言われる都市対抗、これは東京ドームで開催されるんやけど、これってほんまに盛り上がるから、見たことない人とかはぜひ見に来てほしい。みんなが知ってるようないろんな企業がグラウンド上で熱いプレーしてるのはもちろん、応援席とかは企業の特色が出ててかなり面白い。基本的には確か大会期間中は好きな企業側のスタンドに行けば入場料は負担してくれて0円で試合を見れることがほとんどやし、確かバックネット裏だけちょっと有料だったような気がするけど、まあ調べてみて。まあ俺の話戻すけど、現役続行を決めるのは正直めちゃくちゃ紆余曲折した。ロッテのテスト結果を1ヶ月待ちしてた間、ありがたいことにね、オーストラリアからオファーもらえたし、他の社会人野球企業チームにもね声をかけてもらったりしてたんよ。けど俺がその時に返す言葉は決まって2つあって、ロッテ待ちなのですいませんっていうのと、ロッテがダメだったら引退を考えてますんですいませんっていう2つ。ロッテの返答を待ってる時は、ダメだった時はここでまあスパッとやめるかって気持ちが強かったのは、まあ、事実やし、野球はね全く関係ない企業から声もかけてくださってて、これってめっちゃありがたいことよ。阪神を占領下になった時は一般企業の話なんか全然なかったからね、声をかけていただいてたし、新たな仕事に進むのも全然ありやなっていうふうには思ってたけど、考えたんよね。そうなるとマリンのマウンドが人生最後のマウンドっていうことになるよね。なんか野球人生の締めとしてはすごくなんか収まりのいい響きやし、それってかっこええんちゃうんと思って、ロッテのテストの時のことを思い出してみたんやけど、マリンで対戦させてもらったロッテの子たちとの実戦形式のテストっていうのはめちゃくちゃ面白かった。独立のマウンドも台湾のマウンドも楽しかったのを思い出した。やっぱ野球っておもろいわ。やし150まだまだ俺投げれるし、真剣に野球する環境にせっかく誘ってくれてるのに、ここでカッコつけて引退するっていうのはなんか俺らしくないなっていうふうには思ったんよね。特に野球っていうのは俺の人生そのものと思えてた部分があったから、振り返ってみるとここまでの人生野球を通じて学べたことっていっぱいあったと思うよね。直近の話になるけど、千葉ロッテマリーンズテスト生くんの動画出した後にコメント欄とかに、現役続けてくださいとか、頑張ってください、プレーしてる姿また見たいですとかね、そういう背中をね後押ししてくれるようなメッセージがね届いてたというか、なんかそういう SNS のコメントを見てね、どうのこうの思うのってなんか時代やなっていう風には感じるけど、今はファンとか応援してくれる人の声がこうやって直に伝わりやすいから、俺にとってはすごく良かった。そして人生と野球の分岐路で声をかけてくださった中で、エイジェックに決めたっていうのは理由があって、シンプルにエイジェック側から、今年は都市対抗で優勝を目指していく、力を貸してほしいっていう風に言われたんよ。いろんな話もしたんやけど、決定打になったのはその言葉で、その言葉を聞いて俺自身すごく感謝したし、それと同時にやってやるぞっていう気持ちがすごく湧いたっていう部分があるよねっていう話があって、エイジェックにお世話になることに決めた。せっかくやから少しエイジェックの話するけど、公式野球部の総部自体は2018年と割と最近のチームになるんよね。総部4年目の2021年にエイジェックは初の都市対抗出場を決めた。新規参入してから4年で都市対抗出場するっていうのは、まあ、シンプルにすごくて、当時俺はエイジェックとは全く関係なかったんやけど、結構ニュースになってたし、そういうチームがあるっていうことは知ってた。その初出場の初戦は強豪の NTT 西日本っていうチームと対戦した。序盤から手に汗握る展開が続いて、9回の裏まで1対0でエイジェックが勝ってたんやけど、結果はサヨナラ負け。もちろん選手も悔しかったんやろうけど、社長も相当悔しがっとったらしいわ。やから次は都市対抗出場を目標にするんじゃなくて、都市対抗優勝を目指していくっていうのがめっちゃ響いたし、めちゃくちゃ熱かった。俺も優勝したい気持ちしかないし、やってやろうという気持ちにさらに拍車がかかったよ。まあ話まとまらなくなってきたから、ちょっと改めると、高野圭介は株式会社エイジェックで社会人野球選手となり、優勝を目指して現役を続行します。皆様ぜひエイジェックと高野圭介を応援してくださると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。あー今から楽しみや。それで今後の YouTube やけど、質問に答えるショート動画はもちろん、通常の動画もちょこちょこ出していく予定やから、下にある赤いボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで社会人野球くんでした。以上、あたした。